もフランチェスカです。さあ今回はいただいたコメント返し質問返しをしていきたいと思います。内容はピアスについてでございます。いつもコメントとかしてくれて本当にありがとうございます。読ませてもらって励みになってます。でできる限りお返事もしているので、こんな感じでどんどんコメント書き込んでください。よろしくお願いします。ではでは早速いただいたコメントを紹介していきたいと思います。質問なんですが、ニードルを使った場合ファーストピアスは金属アレルギーにならないような素材のものであればデザインは好きに選んでいいんでしょうか、という質問です。これ気になると思います。本当に。だって好きなデザインみんなつけたいじゃんね。ピアス開けたら。できるだけ早くつけたい理想のピアスを身にまといたいって思う気持ちすごくわかります。でもこれはね、好きに選んでいいんだけど、気をつけてほしいポイントがいくつかあります。個人的な理想で言えば、ボディピアスのストレートバーベルが一番理想なんですよ。こういうね、一番シンプルなやつ、これがね、本当に理想です。まっすぐで両側に同じ大きさ、同じサイズの直径のボールがついてるタイプ。これはなんでいいかっていうと、両側のボールの重さが同じっていうのがポイントで、前に別の動画でもね、詳しくお話ししたことがあったんですけど、例えばね、同じストレートバーベルでも、これみたいにこっちのモチーフが大きくて、こっちのボールがちっちゃいみたいな場合だと、どうしても重い方、大きい方にこう重力がかかって、こういう風にね、下がっちゃう。っていう現実があるんですよ。だからなるべく両側のボールとかモチーフの重さが同じぐらいのものが完成はきれくできるんじゃないかなということで理想です。なおかつ同じサイズであってもボールがちっちゃい方が軽いんですよ。これちょっと大きめなんですけど、多分6ミリぐらいのボールなんですけど、これ3ミリのボールです。これぐらいのちっちゃいボールを選ぶと軽いんですよね、やっぱりちっちゃい分。だからピアスホールに負担がかかりにくい、かからないということで、できるだけ軽いものが本当はいいなという感じです。次にピアスの形デザインなんですけど、好きなもの、いろんな形のピアスがあるから好きなものを選びたいっていう気持ちはすごくわかります。でもこれはね、避けた方がいいと思うものがあります。それがこちらです。ぺったんこラブレットみたいにぺったんこに近い形のピアスです。可愛いんですけどね、これめちゃくちゃ。これフェイクプラグだからね、表面で見た大きさよりもゲージサイズが細いっていうねものなんですけど、このデザインね、好きだし画期的なんだけど、ピアスを完成させる時にはおすすめしない。なぜなら洗いにくい。そういう点ではやっぱりこのストレートバーベルみたいにボールがね、まん丸っこだったら汚れとか何かついてても、こうちょっとの刺激、シャワーの圧とかでスルって取れてくれるっていうね、すごくいいデザインなんですよ。これただの丸じゃないですからね、本当にいいデザインなんですよ。そういう汚れが取れにくいっていうと、このね、ぺったんこの内側、まあラブレットの内側になるところに汚れがついちゃってても、このね、中はね、耳たぶで埋まってるわけだから、この隙間ってね、なかなか洗いにくいんですよね。だから正面からシャワーでバーって洗ったりしてもなかなか汚れが取れない。で、その汚れが溜まっていくと菌が繁殖しちゃったりして、ピアスが炎症を起こしたり化膿しちゃったりっていう原因になりかねない、トラブル招きかねないということで、衛生面であまり良くないなと個人的には思ってます。あともう一つ、デザインっていうか、まあ、素材なんですけど、さっきね、コメントには金属アレルギーにならないような素材を選べばっていうこと前提だったんで、多分ステンレスとかね、そういう素材を選ぶっていうこと前提だと思うんですけど、その場合でもね、注意してほしいのが、例えばなんですけど、このピアスがお店でサージカルステンレスですっていう風な名目で売ってたとしましょう。で、それでじゃあサージカルステンレスだからつけても大丈夫だなっていうことでつけますよね。でもたまに、ごく稀に、このピアスが悪いんじゃないよ、ごく稀にトラブルになることがあるんですよ。なんでかっていうと、素材が混ざってるから。だいたいピアス買う時のピアスの選ぶ時に見る表記って、肌に直接触れる部分とかがサージカルステンレスかどうかっていうのを書いてくれてることが多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、この場合だと、まあ、ボールとシャフトはサージカルステンレスだけど、モチーフとシャフトの接続部分とか、こういう細かいところまでちゃんとサージカルステンレスなのか否かっていうことをきちんと確認できてない状態で使っちゃうと、もしかするとそこがサージカルステンレスじゃなくてメッキとかで金属アレルギーの症状が出ちゃうってことも稀にあるんですよ。なんでこんなにぐじゅぐじゅしちゃうんだろう、サージカルステンレスなのにおかしいなって思ったら、その接続部分とか、そのモチーフをくっつけている合金の部分とか、まあ、そういう細かいところがステンレスじゃなかったみたいなことがね、分かったりするわけです。まあ他にもデザインで言ったら、重たすぎるものをつけるとやっぱりどうしてもそれが下に下がっちゃって刺激になっちゃうから良くないとこはあります。
こういうね、バナナバーベル、私もバナナバーベルすごく大好きだし、飾りがついてるの可愛いと思うんですけど、こういうバナナバーベルだとやっぱりどうしても重たいから、上についてるのがボールで汚れとか洗いやすくていいじゃんって思うかもしれないけど、この重さでね、ちょっと刺激になっちゃってちぎれちゃいそうになるとかね、お肉がなっちゃうとかもありえます。あとはこういう複雑なデザイン、これはスパイラルバーベルなんですけど、こういうものでね、なんかよくわかんない刺激がついちゃってとかで、何でも OK っていうわけではないような気もします。ただでもやっぱり一番大事なのは体質とか、その人に合ったものか合ってないものかっていうのの選び方だと思うんで、私みたいに金属アレルギーを持ってなくて、割と何でもどんどん濃いみたいなタイプだったら、ちょっと無理した状態の重たいものつけてても意外と綺麗く完成したなっていうこともあるし、いつも動画に出てくれてるイタチさんだったら金属アレルギーを持ってて敏感にそれを感じ取っちゃう肌質をしてるから、ちょっとしたそういう細かいところでもぐじゅぐじゅしちゃったりとかそういうことがあるから、その人に合ったものを選ぶっていうのを自分の体質を見極めてするのが大事なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はいただいたコメントへのコメント返し、質問返しをしてみました。コメントしてくれてありがとうございます。こんな感じでね、小さい疑問でもいいし、私が見落としてるところっていっぱいあると思うので、どんどんコメントとか疑問とか聞こんできてください。よろしくお願いします。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。